というわけで中津川駅戻ってきました。中津川宿1時間で観光できるかチャレンジという動画は別の動画としてご用意してますので、ぜひそちらをご覧ください。現在の時刻が3時56分、中央本線松本駅の電車はまだあと1時間ありますので、少し小休憩取ってから改札を抜けましてホームで次の電車待ちたいと思います。ただ今のうちに高山で買ってそのままにしてたテイクアウトのメニュー2つあるんですけれども、これを食べてエネルギー補給して簡単に感想なんかも言えたらいいなと思いますので、よろしくお願いします。まずこれがお店の中で冷凍みたいにいただいた茶の目さんのたい焼き、これすごいですよ。ソーセージが入ってます。いただいてみます。初めての食感だこれ。うちの田舎にもミニタイヤ出してる店あったんですけど、あれはもう全部中身統一されてたので、こういう風にバラエティがある、初めて。これ一体何でしょうね。ちょっとかじってみますか。これカスタードだ。カスタードバターだ。そっか、飛騨牛のバターを使ったたい焼きだ。へえ、これ単なるおやつじゃなくてお酒のつまみにもいけそうですね。これがどうやらチョコレートっぽい。食べてみます。これ飛騨の地酒と一緒にいただきたかったな。次は何でしょう。こんなにねいろいろ楽しめるちっちゃいタイヤなかなかないな。なんかこれは小豆っぽくないですか。食べてるの、うん、正解、小豆でした。小豆がやっぱり粒がしっかりしてるから美味しい、うん、口の中でしっかりと小豆の感触を楽しむことができる。茶がうまい。茶の目さんのミニたい焼き最後です。あるのかな。これはカスタードでした。優しいカスタード、平のね趣向に表現してるようなそんな感じの優しいカスタード。今わざと二口で食べましたけど、本当はこれ一口でいけちゃいますからね。茶の目さんの個体焼きは地元の人ですら帰ったら必ず食べるっていう、ね、これおすすめです。さて続いては飛騨牛まん本舗さん、牛まんいただきましょう。だいぶ冷めちゃいましたからね、本当申し訳ないですよ。出てきた時に熱々だったのに今こんな感じになっちゃった。こんな感じにね、髪の方がもう汗かいちゃってる。本当ごめんなさい。でもね、移動も結構急急だったんでね。というわけで飛騨牛の焼き印まで入ってるの飛騨牛まんいただきます。うん、中身こんな感じになってます。見た感じキャベツとそれから飛騨牛とバランスよく入ってる感じはしますね。あと他の具材はちょっと僕そっちは詳しくないからわからないけど、うん、美味しい。豚まんはコンビニでもよく食べるじゃないですか。でも牛まんは多分飛騨高山に行かないと食べられないソウルフードかもしれない。しみるな。五臓六腑にしみるな。ちなみにあと25分あります。まだホームに長野方面の電車来てないみたいですけどね。でもこういう時間を気にしないといけない時に気軽に食べられるもの本当にありがたい。完食しました。本当にごちそうさまでした。そう思ったんですけどね、高山から東京国内までこのチケットを買ったわけじゃないですか。考えようによってはこれ1枚で高山まで行って東京に帰った方がこの8360円で通算4日間有効なわけなんですよ。っていうことはこの区間であればどこで降りても OK なんであれば、これ1枚だけで東京高山間旅行した方が良かったっていうことじゃないですか。なんでこれに気が付かなかったんだろうなって本当に恥ずかしくてしょうがないです。というわけで再び中津川駅戻ってきました。あれは何だろう。あれは快速、あ、快速だから隣だ。よかったよかった。松本行きの電車が来たのかと思いました。これから3番ホームで中央本線の電車待ちたいと思います。わずか1時間ほどの滞在でしたけれども、これで中津川市とのお別れです。この先を行きますと中央本線はこのようになりまして、僕は塩尻駅で山梨東京方面の電車に乗り換えます。松本行きの電車17時ちょうどに出発します。到着します。黄色い点字ブロックの内側までお下がりください。
発車いたします。閉まりますのでご注意ください。塩尻駅まで戻ってきました。大月に向かう電車18時50分に到着予定です。1階に参ります。奥のドアが開きます。ドアが閉まります。こちら側のドアが開きます。2階に参ります。まだ到着はしてないみたいですね。塩尻駅です。次は大月行きの中央線に乗ります。18時59分の出発予定、残りあと4分で到着です。
次は東山梨ね。1年ぶりに勝沼ブロークを来ました。でも今日はここから街の様子を眺めるだけです。本当に懐かしい。またいつか来ます。さようなら。3番線に急いで乗らなきゃいけないみたいです。あと5分切ってます。急ぎます。とりあえずあと3分はあります。さあ行きましょう。これで合っているのかなわからないけど急ぐしかない。これですね。あ、よかった。この電車だ。長い車両だ。間に合わせて見せます。はい、大月駅着きました。都心に向かう列車だなって気はしますね。チャレンジをしてみますが、いないですね。お待たせいたしました。中央東海東京駅です。まもなく発車いたします。中央東海東京駅発車です。ドアが閉まります。ご注意ください。
ましてありがとうございます。この電車は中央線中央特快東京行きです。停車駅は立川までの各駅と国分寺、三鷹、中野、新宿、四ツ谷、お茶の水、神田、東京です。次は猿橋です。This is a 209 Special Rapid Service Train for Tokyo. The next station is Tsaruhashi, JC31.去年会の猿橋を放送させていただきましたけども、残念ながら皆さんの気に召す内容ではなかったということで、苦い経験をさせていただいたような、そんな猿橋でした。次は堀沢です。中央線の特別改札今の時間帯混んでいません。というか今車内こんな感じでガラガラで誰もいません。僕だけ。まもなく折り沢折り口は右側です。これといって大きな遅延もなければ、東京駅に到着するのは午後11時11分の予定です。多分何もないと思います。そう信じたいですね。相模湖まで戻ってきましたね。次の駅は高尾。もう八王子が目の前ですね。一応ここ神奈川県の一部らしいんで。で、今なんで待ってるかというと、特急が間もなく通過するので停車してます。出発時刻22時3分予定です。中央特快東京行きです。まもなく発車いたします。発車後はカーブのため電車が入れますのでご注意ください。
The next station is Tokyo Terminal, JC1. The doors on the right side will open. Thank you for traveling with us, and we look forward to seeing you again. いかがでしたか。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございます。お待たせいたしました。